耳コピってなんだか大切らしい。いろんな人が言ってる。だけど、やっぱり気が進まないな。そう思って耳コピを避けているあなたのためにこの動画を作りました。ピューラーコーのミュージックチャンネル始まるよ。まずはこのフレーズを聞いてみて。どうかな、歌えそう？ミーファミレドって歌ってちょっと覚えてみてください。いくよ。ミーファミレド。細かいことは一旦置いといて、せーの、ミーファミレド。覚えたかな？今からそこそこ複雑なメロディーを流してみます。そのフレーズの中にさっき覚えたミーファミレドっていう音の並びが出てくるから探してみてください。どう？ミーファミレード出てきたの分かったかな？あ、ミーファミレードじゃんってなりませんでした？これさ、なんで聞き取れたと思います？その理由は知っていたからなんですよ。事前にこのメロディーを知っていて、これがミーファミレードって名前だって分かっていたから聞き取れたんですね。だから耳コピって大事なんですよ。聞き取れた音ってこれからの人生でずっと聞き取れるんですよ。逆に聞き取ることを避けていたら、その分聞き取れるようになるまでに時間かかってしまいますよね。聞き取ったことがある音を増やしていくことが聞き取れるようになるコツなんです。音楽を聴いて何やってるか分かったら、音楽を聴いてる時間が全部フレーズとかハーモニーをストックする時間になるんです。だから早く上達する。耳が良くなると上達速度が桁違いです。 RPG 風に言うとオート経験値入手のスキルです。楽器に向かわなくても、音を出して確認しなくても、生きてるだけで音が頭の中に流れてくる。そういう世界の一端に触れられたんじゃないかと思います。毎日ちょっとずつでいい。5音だけでもいい。少しずつできるようになるから、諦めないでやってみて。もしさっきの音源の中で、ミーファミレードを見つけられなかったっていう人は、何回か聞いてみてください。きっと、ミーファミレードを見つけられると思います。こうやって音を探すっていう遊びの中から耳コピはもしかしたら始まってるのかもしれませんよ。この動画が面白いと思った方、役に立ったと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、 SNS 拡散よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この君、そこの君、チャンネル登録はお済みかな？約半数の人がチャンネル登録をせずに、他でもない私の動画を見ていることはお見通しだ。これからバズり散らかす私を応援していないなんて遅れてる。コメント、グッドボタン、チャンネル登録、 SNS 拡散、じゃんじゃん、よろしくお願いします。